寝食を確保するようにあっちこっち手を尽くして、1週間も経たないで全員の就職先が決まっあっという間に決めることが、できました。でそこで、そういった活動をしている間に吉田の耳に意外なことが情報が入ってきまして、あなたの奥さんは熊本の小国というところに疎開に子供2人連れて疎開に来てるらしいよということを聞かされたらしいんですね。こちらの資料には書いてないんですが、他の資料を読むと、実は知ってて黙ってたのかなと思ったんですけど、熊本に来た時にはそれ知らなかったらしいんですね。もう戦争に行って沖縄も戦乱で全く家族とも連絡が取れないまんまずっと来たらしいです。そこで吉田は、鹿児島県の阿蘇の奥の小国町というところがあるんですけど、これ小国町という場所を地図で調べると、意外や意外結構熊本といっても本当山の中で小国町、これで分かりますでしょうかね、あそこに赤い字は小国町ですけども、熊本の中心地はこちらですね。で、この辺で寝泊まりをしてたんですけども、じゃあ家内と子供が一緒に疎開している小国町に行こうというので、自分の同僚、引き上げてきた人たちの就職先は確保したので、じゃあ小国町に向かおうということで向かいました。そこで、電車で行って、近くの内牧という駅が一番最寄りの駅で、そこから小国に行くにはバスに乗って行かなければいけませんので、ところがバスは1日1本しかないということで、このバス停でベンチでじゃあ一晩寝ようということで寝ようとしている時に、あるボロボロの学生服を着たボロボロの爪入り服を着た、少年が突然、もしかして沖縄の方ですかっていうふうに声をかけて、そうだと言うと、もしかして吉田と言いませんかっていうふうに言ったって聞いてきたんですね。そしたらそうだと、たら突然お兄さん弟のシウですっていうふうに言ってきたということなんですね。で離れてもう6年経っておりますの で吉田総長はもう体重が40キロ、で弟はもう離れて小学校低学年だったのがもう中学校になってますね。お互い兄弟だけど、もう顔を見ただけではお互い兄弟だとわからないような状態になっていて、吉田支援は弟かどうかというのを確認をするのに、パッと、突然その帽子を取って、で頭に後ろにどうもこうハゲがあるらしくて、こうおハゲがあった、間違いなく弟だなということで、お互い初めてもう6年ぶりにですね、知ったそうです。対面、劇的な対面っていうんでしょうかね。でこの小国町から小国町に住んでて、内町駅というと多分この地図でいうと、そこから多分これ肥後線ですとかね、誰か Google で内町駅ちょっと探してもらえますかね。ここからここだとバスで行き来するんですけど、毎回放課後弟はもしかしてお兄さんが駅に来るんじゃないかなと思って探しに放課後来てたっていうんですね。それもまた泣ける話だなと思うんですけれども、でそこで、子どもたち疎開している子どもたちになると、みんな栄養失調で皮膚病だったり、結構このままじゃ大変だなと、もうなんか放浪の民になってしまうと、子どもたちをなんとか、故郷の沖縄に返さないといけないと、沖縄出身者の人たちをなんとか沖縄に返させないといけないなというふうに思って、今度は、小国町に住むのも、3日間だけど、今度は沖縄県福岡事務所に行こうと、そこに行けばなんとかなるんじゃないかと思ったということです。で、実はですね、沖縄は今行けないんですね。米軍が交通も遮断、そして通信も遮断、全く沖縄の情報は入らない。では沖縄県っていうのはその時あったのかという問題があるんですけども、実はあったんですね。沖縄県という行政機関はあった。
で沖縄にはもうないと。沖縄はニミッツ布告が上陸してここは日本帝国のものじゃないと言ったんですけども、日本は分かりましたって言ったわけではないので、沖縄県はあったんですね。どこにあったかというと福岡県に残ってたんです。福岡県沖縄事務所というのがその時の日本政府が持っている唯一の沖縄の行政機関なんです。沖縄県内では沖縄県の行政機能はもう崩壊をしたんですけども、福岡に残っていて、沖縄県庁の事務で吉田はもともと沖縄県庁の職員ですから、自分の就職先はこの沖縄県福岡事務所ということはどこにも書いてないんですけども、ここに勤めたので、復職をしたということになるんだろうなというふうに思います。そこに いわゆる代理知事北栄三、この北栄三の A が間違っております。これは栄の A です。これじゃなくて栄の A ですね。北栄三という、後々どっかの知事をやってたと確か記憶してるんですけども、北栄三という人が知事で、その方に沖縄県民を一日でも早く帰郷させるべきであるということをもう一生懸命説いたんですけども、そうは言っても沖縄がどういう状況だかさっぱりわからないと。でまずは沖縄がどういう状況か確かめようじゃないかと、ということで GHQ に沖縄の渡航申請を出すわけですね。渡航申請を出すけどもすぐに断られる。もう1回出すけれどもまたすぐ断られる。3回目出してもまたすぐ断られると。これは困ったと。そこで何を吉田は考えついたかというと、もうここに至っては密航しかないということを決意をしたわけですね。で自らがその密航の任に当たるということを申し出て、同行者にこの沖縄事務所に勤めていた漬村ってちょっとまたこれも沖縄の名前なので変わった名前ですけども、この海軍出身の漬村という人を同行者に指名をして、いろいろ作戦を練りました。そしたらですね、この北栄三沖縄県知事がちゃんと密航しろという任務を与えたんですね。密航の任務を与えた知事っていうのはこれまた珍しいなと思うんですけども、後々誰が命令したんだっていうふうにもなるかもしれないんですけど、密航しろという命令を出したんですね。で綿密に行動計画をして、銃殺、いわゆるもう密航ですから見つかると銃殺される危険性が高いわけですね。7月20日昭和21年7月20日、西鉄福岡駅で、熊本に出発をして、今度は、福岡の日名具、これ私日名具って呼んでたんですが、先ほどこれは日名具ですと教えてもらいました。日名具っていうところについて、港があるんですね。そこに着いたら、そこにですね、沖縄の人だったら知っている国場幸太郎がそこにもうすでに来てたっていうんですね。国場幸太郎はなぜここに、漁船を調達してここに来てる建築屋さんですから、実は戦前は沖縄でこの飛行場建築とかですね、軍の日本軍の、工事を、信頼を得て結構受注を受け始めてて、結構上り調子だったらしいんですけれども、打ち合わせに上京してる時に沖縄に米軍が上陸してしまったので、それ以来、社長だけどももう沖縄に帰れなくなっちゃってたらしいんですね。でそれで沖縄出身者だからおそらくネットワークがあったんだろうと思うんですけれども、密航の話があるということで自ら漁船を持って、ここに現れたわけです。7月27日、吉田にとってはですね、この出航する前になんか交通事故で家内が奥様がなんかあの熊本で入院してたというんですけれども、そこに、書き置きみたいなものをベッドに書き置きをして、2度目の出航だと、妻よ来よ日の丸を振れっていうみたいな、そういう書き置きをして、もう気持ちとしては戦後のもう一回の出陣ですよね。もう一回もう戦争終わったばっかりだけどまだ1年しか経ってないのまた沖縄に出陣しに行くみたいな気持ちで、密航の船を熊本を出発したのが7月の27日。そこで口之島というのが見えてきました。さて、ここで意外とわからないんですけども、この時の米軍の
ここから米軍統治下ですよっていうのはここでしょうか、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 はい、どの辺でしょうか。向かうぞって言った時に、当時昭和21年実はですね、ここなんですね。ここにちっちゃい島があるんですけど、これ口の島ですけども、ここまで、ここからが米軍統治下なので、熊本の日奈区というところから日奈区はこの八市、ちょっとまあこの辺のどっかですけども、ここから出港してずっと下っていって、ちょうど口の島、こちらですね、これが見えるところになるともう米軍の統治下ですので緊張するわけですね。ここで吉田はもうここを進んでいったらもしかしたら銃殺されるかもしれないと思いながら、もうちょっと待って引き返せっていうのがもう喉から出そうにしながら、どうしようどうしようどうしようと思っている間にもう米軍の統治下にどん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 入っていって、まあそこで難なくって言っちゃ変ですけども、奄美大島のカントンって言われているこの辺の港の方に一回、まあ、それまでいくつかドラマがあるんですが、とりあえずここに着いたということです。ここで、奄美大島の人の現地の関東の現地のちょうど校長先生に会うことができて、まあ、いろいろ親切にいろいろ教えてくれたっていうんですね。一つ目、米軍偵察機が厳重に警戒に当たっていること、沖縄船籍の番号と船名を記した大きな標識が絶対に必要であること、夜間の航行が極めて安全であることの3点を教えてもらって、この校長先生は、自ら納屋の板戸を外して沖縄中曽根丸236号と記号してくれて、それを今度は船に貼って、これのおかげで米軍がこう上を飛んでても怪しまれることなく航行を続けることができて、今度は沖縄県の南西の伊平屋島に到着をすることが、できました。で、伊平屋島でもまた沖縄のいろんな情報を入手をして、それから伊平屋島というのはここですね、いきなり沖縄本島に行くんじゃなくて一旦は伊平屋島に行って、この伊平屋島から国頭のこの辺の鏡地という小さな港に、夜暗くなってから上陸を、まあ、夜間なら大丈夫ですので、夜上陸をしました。そこで目的地は当時の沖縄は、どっちかというとあの太平洋側は戦闘地域ですので、捕虜収容所はおおむね東海岸側に集中してたんですね。石川、この辺あたり、この辺に結構大きな捕虜収容所があって、チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。